皆さん毎度です、マットです。本日はですね、証拠にもなくボートのメンテナンスにマリーナの方に行ってまいりました。これはいつものですね、琵琶湖の水位情報ですね。結構雨が降ったので、全然増えへんな水、若干回復してる感じがあります。一時期のですねピークですね、やばいっていうのは出したんじゃないかと思います。こんな感じです。気をつけろ。陸上は非常にいい天気で暖かかったです。はい、ではまずはカバーを外していきます。もうそろそろこのビニールシートですね、これは卒業かなと思っております。久しぶりにボートカバーも外します。エンジンはいいですね。やはりこのシールが、デカールがきちっとしてると見栄えがいいというか、スキッとしますね。気持ちがいいものです。はい、こうやって一旦、カバーを外しました。ボートのメンテナンス自体はまだ終わっておりません。これが本日のお題です。これはですね、バイク用こんな感じ、3000円ぐらいで買ったスマホの固定ホルダーですね。バイク用です。バイク用は結構充実してるというのを知りませんでした。もうワンサカ売ってますね。これライブ配信用です。今日はこれを取り付けます。そうなんです、ライブ配信はスマホでやりますので、スマホホルダーをですね、さてどこにつけようということで、やはりここかなということでですね、このグリップのところですね、ここに取り付けようと今試行錯誤しております。これは収縮チューブですね。これをつけてこんな感じにして滑りにくいようにしております。やっぱりここか、いろいろ考えましたが、やはりここかなということで、ここに取り付けます。はい、こんな感じで取り付けましてですね、スマホの位置をこう試しているというか、こうすれば飛んでいかないかなという感じですね。そうなんです、これを取り付けたら撮ってみたくなりましてですね、急遽出撃することにしました。じゃあ本当言うとボートの整備が終わるまでは出ないつもりだったんですけども、やはりこの天気でですね、いても立ってもいられなくなってですね、出ることにしました。陸上で動いてたらですね、むちゃくちゃ暑かったんですけど、ところがなんですよね、久しぶりにエンジンをかけました。問題なくかかってよかったです。皆さん毎度です、マッドです。どうも。これは現在ライブ配信中ですね。ご覧になった方もいるかと思いますが、陸上は暑かったんですけども、湖上に出たらですね、むちゃくちゃ寒かったです。いやー、舐めてたらダメですね。久しぶりのバスボードドライブは最高でしたね。ちょっと南の方に下ってみてですね、思いつきなんですけども、
小本港の方に向かってみました。これはあのライブ配信をしていることもあってですね、小本港なら静かなんじゃないかということでやってきました。湖上は結構風が吹いてましたね。荒れるってほどではなかったですけどね。小本港内はですね、水温が10度ありました。10度です。まあさすがにですね、スポーンとかそういう魚は全然いませんでしたけど、まあ全然まだ春って感じじゃなかったですね。あ、これライブ配信中ですね。こんな感じで映してました。一応足際をですね、こう見ておきました。まだまだ生命感はなかったですね。ということで、帰ろうと思います。風はやっぱり冷たかったですね。まだまだ冬ですね、水上というか湖上は。はい、戻ってきました。船はですね、結構出てましたね。皆さん、明日はですね、 B リーグがあるそうです。プラクティスも変えて出ておられた感じですね。皆さん、久しぶりのランディングというかランチングですね。はい、一発で決まりました。良かったです。で、今回はですね、実はこの GoPro9 ですね、新しく入れ替えた GoPro のですね、テストでもありました。まあ問題なく撮れてるかなと思っております。7から9に変えましたけども、まあ全然違和感なく使えておりますので、良かったかなと思っております。画質はそんな変わらないかなっていう感じですね。はい、またこれ久々をですね、後片付けですね。GPS のマウントも変えましたが、まあ違和感ないかなと。逆に視界が広がっていいかなというふうに思っております。ちょっと下がりましたんでね、位置が。まあこんな感じでですね、まあ1時間程度ですけども、湖上に出てみましたが、まあ、出たら出たでまたいろいろとアイデアというかいうのを湧いてきたりということがありますので、またそれは皆さんに動画としてお届けしようかと思います。そうですね、そろそろですね、まあ、船の修理はまだなんですけども、修理というかまあメンテナンスですね、まあ、先にですね、ちょっともう釣りを始めようかと思っております。3月ですね、ちょっとこう副業の方がいろいろあるんですけども、ちょっと出ようかなと思っております。そうですね、3月の1週目か2週目ぐらいですかね、琵琶湖オープンが3月の17にありますので、それまでには出たいと思っております。まあ完全にですね、もう春は間近というか、もうそういう季節になっておりますんで、皆さんもですね、ぜひ春バクというか春の大物をですね、狙いに琵琶湖にお越しいただければと思います。それではまたフィールドでお会いしましょう。 See ya!